はい、皆様こんにちは。マニアック艦隊の秀間提督でございます。動画クリックしていただいてありがとうございます。先日ですね、アップした動画、こちらですね。はい、激安 USB ビデオキャプチャーを試してみたよということで、お届けした、こちらですね。はい、HD ビデオキャプチャー、まあ私が手に入れたのは1700円前後ぐらいですけれども、まあ、大体、Amazon ウォッチしていると、まあ、1500円から、まあ、3000円ぐらい、まあ、入手の時期、経路みたいなところで、値段の幅がありますけれども、まあ、HDMI のビデオキャプチャーとすると、結構破格な値段かなっていうところで、まあ、試してみたわけなんですが、結構ね、うまく動いたということは言えるかとは思います。詳しくは、まあ、ビデオをどうぞ。この USB ビデオキャプチャーを使うことによって、こちらですね、はい。Android のスマートフォンがモニター代わりになるという情報を耳にしましたので、実験してみたいと思います。それでは、どうぞ。はい、それではですね、やっていきたいと思います。こちらの USB ビデオキャプチャーなんですけれども、まあ、仕組みからいくと、例えば今これ撮っているのはソニーの ZV-1 なんですが、その ZV-1 の HDMI のアウト、こちらを挿してあげる。そうすると中で変換されて、USB のいわゆるウェブカメラ状態になって、まあ、パソコンやなんかで、例えば OBS を動かしたときにウェブカメラとして、まあ、認識されるということですね。うん、こちらの USB ビデオキャプチャー、こちら、まあ、いわゆる UVC、USB ビデオクラスという、まあ、規格なんですけれども、これを使うことによって HDMI の映像のデータが、まあ、認識されるということです。残念ながらですね、私が常日頃使っているのは iPhone なんですけれども、iPhone ではその UVC の入力に対応するアプリケーションというのはまあ存在しないと言われております。で、もう Android ですね。Android に関して言うと、まあアプリ次第で UVC を入力するという部分をクリアができるということですね。で、そうなると何ができるか。っていうことなんですけども、まあ、大きく言うと入力画像を、Android のモニターで確認するということですね。つまり、まあこれが今皆様がご覧いただいているのはデスクトップなのかノートブックなのかあるいはスマートフォンなのかは分かりませんけれども、まあ仮にデスクトップだとするとモニターですね、専用の映像を映すための専用のモニターで見ているというふうに思うんですけれども、まあ、それと同じようなことがこの Android のモニターでできるということですね。はい、具体的に言うとおそらくはこの技術、ドローンの映像をどうやって見るかというような部分にかかってるんじゃないのかなとは思います。つまりドローンから送られてきた映像を、まあ、見るということですね。まあ、その入力は先ほどの UVC の技術を使っているというふうなことが言えると思います。なんでこんなことをやりたいかというとですね、持ち運べる小型のモニターになるんではないのかなということですね。例えば、まあ、パソコンをね、組み立てている時に、まあ、組み立てるには場所が必要ですし、まあ、移動できるモニターがあればその自作パソコンを作ってる時の、まあ、動作確認ですね。BIOS 動いたかなとか、そういったものに必要なモニターなわけなんですけれども、まあ、仮に、この USB ビデオキャプチャーと、Android のスマートフォンがあれば、まあ、そこはモニターを使わなくてもクリアできてしまうということにもつながります。それでは、実際に、試してみたいと思うんですけれども、これがですね、なかなか調べてみるといろんな障害といいますかね、越えなければいけない壁というのがあるようです。というのも今現時点での Android 10より前の状態だとそのこの UVC の規格は結構うまくいったそうなんですけれども、 Android 10になってからどうやらそこ
パンと削られたような情報が入ってきておりますので、 Android 10対応でかつ UVC の入力が可能なアプリケーションを探すという部分が本題でございます。それでは行ってみましょう。はい、それではやってみたいと思います。ここの ZV-1 の情報をこの HD キャプチャーに入れたいというふうに思いますので、ね、なので、ZV-1 を撮っている RX0M2 というような感じで見ます。はい、それではまず最初 ZV-1 から来ているこの HDMI ケーブルをキャプチャーのところに挿しますね。はい、こうですね。そしてこの HD ビデオキャプチャーは USB タイプ A なので、これをタイプ C に変えないとスマートフォン、Xperia に入力できないので、こういった感じのものですね。はい、タイプ A をタイプ C に変換するコード、こちらを接続します。 Xperia ちゃんのところにタイプ C で挿すと、はい、これで完成。はい、おっ、そしたら今ね、USB デバイス用アプリを選択ということで、いくつかのアプリが出てきましたね。はい、まあでもこれで選択しちゃうとこの後の実験がうまくいかないので、これは切っておいて、それでは行ってみましょう。まずはですね、こちらこの UVC の関係の検索を Google 先生にすると、まあ、いくつかのね、これがうまくいったよみたいな記事が出てきたりするんですけれども、そこにあった2大アプリ、これが今の出ているクローンナーアライアンスっていうのかな、こちらから行ってみたいと思います。はい、では立ち上げます。とこれを見ると USB のところがハテナになっているので、どうやらやっても出てこないですね。認識されてない。はい、認識されていないということで、このアプリは先ほどの通り Android 10に対しての動きでダメなのかな。はい、ではダメということで次行きましょうと、先ほどの通り検索すると出てくる上位2つのうちのもう1つが、カメラフィー2です。カメラフィー自体はカメラフィー2とカメラフィーライブ、この2つがあったんですけれども、 UVC が効く方かな。はい、ここですね、ちょっと横だけど。はい、あー、来た来た。 Android 10 Devices Do Not Support、 はい、ということで、Android 10になったのでダメですって感じですね。ということは先ほどの通りなので、同じところが作っているカメラフィーライブ、これがね動けばね面白かったんですけどもね、あ、ダメですね。 Android 10 Devices Do Not Support。 はい、でこっちのライブの方は今までの情報に行くと、入力したカメラの映像をそのまま YouTube ライブとかにできたので、これが動くと一番良かったんですが、まあ Android 10だとダメですってことで使えないですね。厳しい。はい、では次行きましょう。次 FP ビューアーですね。はい、これを行ってみましょう。はい、画面こんな感じで出てますね。よ、コネクティッド。はい、FP ビューアーに USB ビデオのアクセスを許可しますか。まあ、常にじゃなくていいので、まあ、許可する。あ、来た。あ、これは、はい、来ましたね。うん、映ってます、きちっと。ただ HD で入力してるんですが、4対3にこうなんか寸詰まりしてる感じですね。これ直るのかな。広告がうざいですね。拡大すれば、あ、拡大すればいいんだ。うん、はい、ちゃんと映ってます。見えにくいけど、はい、あ、これ動く、これは動くね、いいね。で多分これ真ん中押すとレコードが始まるのかな。レックボタンの、ここがレックボタンのような気がします。要は拡大しないと、うん、これ見るとこのボタンで、拡大しないでおくと
寸詰まりになっちゃいますね、これ。セッティングはさっきのところでもなかったし。うん。まあ、とりあえず動いたということで、まあ、広告外したらうまく使えるかなって感じですかね。はい。では、次行きましょう。はい。次はこちら。UVC カメラっていうアプリですね。立ち上げます。はい。はい。こんな、見えるかな。こんな感じ。英語。アメリカ国旗のところを押すと、はい。ラングエッジが選べるみたいなので、日本語にした、きちっと、日本語出てきますね。いいですね。このアプリを使用するとカメラドライバーを作成するための独自の入力値をしてカメラに接続できます。ほとんどの場合は、ふんぬんかんぬんふんぬんかんぬん。ロードバリューズ。あ、飛びましたね。ダメかな?じゃ、セットアップカメラデバイス。はい。左上。ファインドザカメラ。見つからない。止まっちゃいました。また。ということで、このアプリはダメ。次行きましょう。次がですね、MS コープ、M スコープスか。っていうものですね。はい。どうやらこれは、顕微鏡につける USB カメラを見るもののようですね。はい。はい。USB カメラを許可しますかが出ました。これは期待できそう。はい、来た。うん。出ますね。問題なく。ただ、この状態からすると、画面全画面は使ってるけど、また4対3みたいにこうギュッと閉まってる感じがしますね。とりあえず、端から当たってみますか。一回切れて戻ったら、もう変なになっちゃった。一回切りますか。しかも止まってるし。ということは、こちら、映るけれど、いまいち。はい。じゃあ次行きましょう。次は 5FPV っていうやつ。はい。こうですね。うん。ダメ。次。OTG ビュー。まあ、この辺ね、あれですよね。ドローンの関係のやつだから、まあ、USB カメラつけたら浮くのかなと思ったんですけど。はい。こちら。あ、飛んだ。ダメっぽいです。ダメですね。こちらダメなので、次行きます。次。次が、ウェーブカムフリー USB ウェーブというアプリ。行ってみましょう。はい。起動したら、こうですね。ノーマルとアドバンストが出てきましたね。ノーマルだと、ウェーブカムをくっつけろって出てるけど、くっつけてんだよ。ダメです。はい。USB ウェーブカメラっていうアプリ。はい。あ、これは期待できる?USB ビデオのアクセスを許可しますか?常にではなくていい。OK。ダメです。はい。次、USB カメラ。うん。これね。USB カメラ。なんか出てきましたね。USB、ダメっぽい。やめましょう。次。USB カメラチェッカー。ん?こちら。スタート。チェック USB カメラ。はい。これ見ると、映像を撮るやつじゃなかったのね。だけど、一応、あ、これでもそういうふうに言われたら、間違ってダウンロードしちゃったけど、結構これ便利じゃない?もしかしたら。チェック USB カメラだから、あ、でもマニファクチャーがソニーになってるし。ってことは、これだけの情報で考えると、ちゃんと HDMI の情報は、先ほどの USB キャプチャーで変換されて、入力されてるってことは言えるんじゃないのかな、と思います。はい。それでは、これは関係なかったやつなので、次行きましょう。はい。次は、こちら、USB カメラって書いてあるんですね。では、はい。USB カメラ。USB カメラに USB のアクセス、ビデオのアクセスをしますか ?OK。あ、来てるね。USB カメラ、許可。はい。うん、やっぱり、
あ、音が出てきてる。聞こえるかな。ちゃんと音が出てる。まあ、なんだけど、映像自体、これが縮まってますね。これ直るのかな。映るんだけど、横にもならないし、フリップができないから、ちょっと厳しいかな。でも映ったのは映ったね。はい。では、次。AVC03M というアプリですね。これも多分ね、スコープって書いてあったので、顕微鏡みたいな、ああいったものを接続するものだとは思います。はい。来ました。このアプリは以前のバージョンの Android 用に作成されており、正常に動作しない可能性があります。はい。残念でした。はい。それでは、最後。それでは最後、まあ正直言うと、まあできるアプリがあったからこの動画を作ってるわけなんですが、でも他にねいいのがあればそっちもと思ったんですよ。まあそういう意味では最初の引きが良かったっていうのもあるんですが、この動画で最終的にご紹介したいのはこちら、ウェーブカメラというのでございます。はい。USB カメラにビデオアクセスを許可しますかと出るので許可しますと。はい。あ、一発で出ました。ちょっと縮まってる？そんなことはないか。はい。こちらね、ご覧いただいても、これはね、さっきと違って、横で入ってきてる情報で、ずっと横ですね。はい。縦のところに横っていうわけじゃない。うん。で、はい。こうしますか。あ、なんか写真撮れちゃった。あ、そうか、これを押すとスクリーンショットが撮れるんだ。はい。ビデオフォーマットのデフォルト設定、MPEG っていうのと非圧縮っていうのがありますね。はい。まあ MPEG ですね。で、フレームレートは30フレーム。うん。あ、これ反転設定がついてて、左右反転あるいは上下反転がついてる。今左右反転にチェックが入ってるんですけど、外すと、どうする？こうか。こっち側から指を入れていくと、はい。逆から出てきますね。うん。つまり、まあ、カメラを撮った時に正像の場合と、あと、まあ、逆像。それ選べるっていうの、これ美味しいですね。遅延表示っていうのもある。うん。まあ、そこはまあ、よしでしょう。そして、ざっくり言ってこの辺、これがね、さっきからのスクリーンショット、これを押すと多分、あ、レコードレックって入りましたから、映像録画できるんですね。すごいですね。はい、録画が終わりましたってちゃんと出ます。で、設定、これを見ると、あ、全画面表示、これがあるので、こうすると、はい、この通り間違いなく全画面になりました。カメラ設定、はい、ブライトネス、コントラスト、サイド、色合い、ちらつき補正みたいな、あ、ちゃんと色もね、見れるってことですね。うん、素晴らしい。保存ファイル SD に変換、アバウト終了なので、はい、間違いなく、このウェーブカメラというアプリケーション、これがおすすめですね。他ご覧いただいた通りで、ほとんどが、まあプロバージョンにしてね、そうじゃなきゃフリーで使えるのはお試しだからね、だから広告出すよと言って、いろんな広告が出ておりました。動くのもあったっけ。で、10いくつやってみたところでいくと、この USB カメラのみが、あ、広告はないわ、かつきちっと動くわ。ね、Android 10になった段階で無理っていう風になってたのとかがね、結構多かった。ね、映るかなと思ったものの、ほとんどがそれだったので。なので、Android 10を超えても映るは、なおかつ、きれいにきちっと映るは、調整もできるは、そして何よりも無料。かつ、広告なし。最高。いいですね。じゃあ、
今はねこれカメラでやりましたけれど、まあ同じだと思うんだけど、一応 Mac からを接続できるかちょっと接続変換してみます。はい、 HD ビデオキャプチャーにこの通り、USB カメラにアクセス許可しますかってのが出るので、あ、真っ黒だ。あ、来ました。うん。Mac の画面。ということは、これは、あ、ちゃんとミラーリングになってますよね。わかります？こうすればいいか。ほら。ほら。うん。ちゃんと映りますね。ということでは、パソコンの、まあ、まあ、めったにないでしょうけど、これだけ持っていれば、セカンドモニターにもなると。最初の時に言った通り、モニターとして、これが確実に使えますよね。全画面にしてやってみましょうか。はい、こう。一回ね。このね、画面の片隅に入っているのが、デスクトップですけど、はい、動いてますね。ついでに言うと、遅延もそんなにないですよね。まあ、それは、1700円のビデオキャプチャーのせいかもしれませんけど。はい。以上です。はい。いかがだったでしょうか。ちょっとね、撮影のね、このまんまのところでいきます。こちらの、こちらの HD ビデオキャプチャー、まあ、1700円程度ぐらいのものでしたけれども、かなりね優秀にねなんか使える感じがしますね。もちろん 4K とかできないので、 4K やりたいときにはエルガトのカムリンク 4K を使った方がいいともちろん思いますけれども、まああとね、いろんなアプリ試してみましたけれど、最終的に USB カメラというアプリが、まあ、見つかったというところ良かったんじゃないかなというふうに思います。もちろん、あの USB カメラを使えば別段このビデオキャプチャーじゃなくてもできるはずですので、そちらの方もし、皆様お持ちのキャプチャーデバイス、HDMI キャプチャーデバイスでと Android とこの USB カメラの組み合わせで、できたというのがあれば、ぜひともコメント欄のところに、報告いただけると嬉しいです。はい。あと、その他、いろんなもの、出てきたものは、概要欄に、Amazon のリンクを貼っておきますので、参照していただけると嬉しいです。はい。ということで、以上で、この動画終わりたいと思います。面白かったな、ためになったな、というふうに思ったら、ぜひとも、グッドボタンをお願いいたします。モチベーションぐーんと上がりますのでね。あと、ご覧いただいた皆様の中で、チャンネル登録がまだの方、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、そうそう、忘れてました。これうまくいっちゃったっていうことは、10インチぐらいのタブレット？ちょっと欲しくなっちゃう。